皆さんこんにちは。次期デビュー候補として人気急上昇中の関西ジャニーズジュニア内のグループ A グループのメンバーとして活躍している福本大成さん。福本大成さんといえばイケメンでギャグセンスもあってさらに頭が良いときています。ジャニーズクイズ部のメンバーでインテリ軍団の一員でもあるそうです。今回はそんな福本大成さんのことについて深掘りしていきたいと思います。ファンの間ではすでに有名な話なのですが、福本大成さんは大学を卒業しています。ジャニーズ事務所に所属するタレントの中には大学まで卒業したり現役大学生だったりしている人もたくさんいます。その中でも福本大成さんはなんと国公立大学を卒業されています。なんとジャニーズタレントで初のことだそうです。関西出身でグループ内ではギャグマシーンと言われているぐらいの笑いも取れる福本大成さん。2022年3月に大学を卒業したことが多くメディアや雑誌などに取り上げられ、さらに知れ渡ったようです。卒業されるまでは高学歴タレントが出演するクイズ番組出演などの時は国公立大学生とだけ紹介されて学校名は公表されていなかったそうです。そして2022年3月に卒業した学校は大阪市立大学ということが判明しました。ジャニーズとしてアイドル業をしながら国立大学を卒業と毎日がとても大変だったのではないではないかと思われます。ここで福本大成さんのプロフィールとこれまでの経歴をまとめていきたいと思います。福本大成さんは1999年10月16日生まれ、大阪府堺市の出身です。愛称は大成、大チェ、マッスルゴリ太郎だそうです。幼少期、元スマップの香取慎吾さん主演のテレビドラマ最遊記を見て作品の派手なアクションに憧れ、父親にジャニーズに入ったらできるでと言われて応募しました。オーディションでは父の助言で当時流行していた楽しんごのドドスコラブ注入のモノマネを披露し、2011年4月3日11歳でジャニーズ事務所に入所しました。高校は大阪府立の進学校に通い、2017年10月大学受験のため芸能活動を半年間休止しています。2018年関西ジャニーズジュニアでは初となる国公立大に現役合格しました。その後2019年2月 A グループのメンバーに選ばれます。塾の費用、受験料も学費もすべて自身で払い、2022年春に大阪市立大学経済学部を卒業しました。幼い頃は勉強が苦手だったそうですが、中学3年の頃、高校受験をするなら進学校に行きたいと思い塾に通い始めると、学力が伸び志望校であった大阪府立大鳥高校に合格しました。進学校として有名で、進学の実績として毎年国公立大学や難関大学の合格者を輩出しているようです。そこで自信がつき、テレビに出るために肩書きが欲しいと思い立ち国公立大学を志望したそうです。高校時代も関西ジャニーズジュニアとして先輩のバックでコンサートにも出演していました。頭がいいキャラだけでなく、福本大成さん自身お笑いが大好きで、バラエティ番組では笑いを取っていたようです。そんな学業と仕事を両立して大変な中、高校入学当初から大学進学は明言していました。念願かなって大阪市立大学に合格しました。関西国公立大学偏差値ランキングで神戸大学と並んで3位という関西近畿トップクラスの偏差値、難易度が高い公立大学です。学生数は8000人以上で、公立大学の中では東京都立大学に次ぐ2番目の規模です。国公立大学は全科目が受験科目となっているため、同じ偏差値の私立よりも難関です。2022年4月に大阪府立大学と大阪市立大学が融合して大阪公立大学として開学されました。もともと理系でしたが、芸能活動との両立が難しいことから文系の中でも理系のような経済学部を選択したそうです。また将来コメンテーターのお仕事に役立ちそうな学部として文系である経済学部を選んだとも述べています。高校生活が楽しかったこともあり、活動休止するまで勉強に本腰を入れていなかったのですが、受験勉強は毎日朝6時から深夜0時まで行い、
塾の先生から普通じゃありえないと言われるほど学力が伸びたことで、受験は意外と楽しかったと後に語っています。私立大学にはセンター試験利用入試で早い時期に合格し、国公立の二次試験に集中し合格しました。大学では主に少子高齢化に関連する労働問題を学んでいる傍ら、ジャニーズクイズ部のメンバーとしても活動しています。大阪松竹座での公演で印象を残すため、ジャニーズウエストの重岡大毅さんに一発芸を見せたところ、めっちゃいいやんと MC に出ることになり、観客にも好評だったことからギャグを作り始めました。今では関西ジャニーズジュニアのギャガと名乗っています。2022年時点の持ちギャグは130個あります。スポーツ歴はサッカーを小学1年から5年まで習い、空手を小学3年から6年まで、ハンドボールを高校1年の半年間取り組みました。ジャニーズ事務所所属のタレントとしてアイドル業をしながら、あえて難関である国公立大学になぜ進学したのか気になります。福本大成さんは嵐の櫻井翔さんに憧れや尊敬を持たれているそうです。櫻井翔さんも慶応義塾大学を卒業し、高学歴を仕事に役立てています。そんな櫻井翔さんが福本大成さんにとってアイドルとしてのモデル像なのではないでしょうか。そしてさらに自分しかない武器を持つためにも難関大学にも挑戦したようです。アイドルにも学歴が役立つんやって、櫻井くんが身をもって示してくれました。アイドルがキャスターになるなんて昔は考えられへんかった。しかも俳優や司会も作詞もされてはる。尊敬しているからこそ、慶応義塾大学卒の櫻井くんとは違う道を進んで違う風景を見たい、僕が公立の高校大学を選んだのはそんな気持ちもあるんかなと思います、と随分と立派でしかも確かな考えを持っていることがわかります。大学に入ることは目的ではなく夢を叶える手段でしたから、と述べ、有言実行を体現した福本大成さん。学業にも勤しみ、努力したことで合格から4年で卒業までこぎつけました。その努力のエピソードを紹介していきましょう。福本大成さんは前述の通り、大阪市立大鳥高校という偏差値64の進学校の出身なのですが、高校2年生の時学年で下から10番目という成績だったそうです。これでは夢が遠のくと考え、国公立大学を受験し合格するためにジャニーズ事務所での活動を半年間休業して受験勉強に取り組みました。塾にかかる費用は自分で支払っていたため、塾の授業数は生徒の中で一番お前が安いと塾の先生に言われるぐらい必要最低限に絞って受講していたようです。その結果、高校卒業前には学年で上から5から10位以内に入るにまで成績が上がりました。塾の先生に普通じゃありえないという言葉を言われたぐらい頑張った結果だったようです。福本大成さんはご本人曰く負けず嫌いで根性だけあるそうです。死ぬ気でやりました。負けず嫌いで根性だけはあるんです。目標を決めたらそのために何をするかを考えて、あとはもう集中するだけ。さらっと言ってのけますが、常人ができることではありません。家には寝に帰るだけの生活だったそうで、塾がない日は喫茶店で勉強していたそうです。勉強しすぎて勉強の向こう側が見えたと語っていたこともあります。ご両親から勉強しろと言われていたわけではなく、逆にそこまで頑張らなくてもと言われるぐらいだったそうです。一日の中でも集中するとき、休憩するときもちゃんとルーティーンの中に組み込み、集中できないときは潔く休むという感じでちゃんと自己コントロールができていたのでしょう。福本大成さんは2022年3月に留年することなく4年で卒業されています。現役で入学もすごいですが、4年で卒業もすごいことです。というのも、大学入学後関西ジャニーズジュニアとしての仕事と大学生としての学業との生活を両立していたため、大学4年生の後期でも卒業単位が足りなかったそうです。大学の先生から、君が卒論合格できる確率は 20% やと言われていたようです。ですが、負けず嫌いで根性がある福本大成さんは見事やり抜き、留年せず卒業しました。さて、福本大成さんには韓国国籍の噂については、少ないようですが確かに一部からそういった噂も出ているようです。公式プロフィールでも確認できますが、
福本大成さんは大阪府堺市出身です。身内に韓国国籍の人がいるような話は聞いたことがないので、噂はデタラメだと思われます。そんな福本大成さんですが、スキャンダルがこれまでに2回ありました。福本大成さんが高校生の頃の話ですが、性格悪いと言われていたようです。この噂が本当であるかどうかの証明はできません。性格悪いと思われる決定的な動画などがあるわけではないので、本当に性格悪いのかは分かりませんが、あまり周りの方々からよく思われていなかった時期があったようです。さて、肝心のスキャンダルについてですが、1回目は2020年6月に一般女性とのデート動画と音声が流出しました。2回目は2021年3月に横野すみれさんとのお泊まりが週刊文春から報道されました。1回目のスキャンダルでは画質も悪く、音声も本当に福本大成さん本人の声なのかという疑いがあり、福本大成さんと断言することはできません。2回目の横野すみれさんとは文春オンラインでこのように報道されています。昨年2020年3月23日ニュースサイト文春オンラインがスクープした NMB48 当時横野すみれとの密会、個室居酒屋での食事、映画鑑賞を経てビジネスホテルで一夜を過ごしたそうで、距離を取って歩く2人の姿など複数枚の写真が掲載されたとあります。1回の報道で女癖が悪いとは断言できませんが、アイドル続けるなら、本来の自分の夢を追い続けるなら、もう少し行動に気をつけるべきかとは思います。福本大成さんは横野すみれさんとのスキャンダルがありましたが、福本大成さんは謹慎処分になっていません。ただ今後このようなことが続けばその限りではないと思われます。いかがだったでしょうか。今回は福本大成さんについて深掘りしてきました。アイドルとして他の人とは違う武器となるものを見つけるというのはよく聞いたことがあります。福本大成さんの場合は高校時代に進路を決めるときに国公立大学卒業の肩書きを持ち、自分のジャニーズアイドルとしての活動の幅を広げたい、そして憧れである桜井翔さんのようになりたいと明確な目標を持ち、有言実行に移しました。インテリアイドルとして、そして関西ならではのお笑いもでき、マルチに活躍する福本大成さんの今後が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。We'll be right back.